ナタリア・ゴンチャロワ、ナタリア・セルゲイ・エブナ・ゴンチャロワは、ロシア・アバンギャルド運動の著名な美術家、デザイナー、生涯にわたるパートナーとなるミハイル・ラリオーノフと共に、立体未来主義を標榜した。同盟の大場ナタリアは、大詩人、アレクサンドル・プーシキンの夫人である。1881年に、トゥーラ近郊の村、長イエボに生まれる、モスクワ美術アカデミーに彫刻を学ぶが、 1904年に海外に復帰、ロシア民芸のプリミティブな側面に深く触発されて、フォービズムやキュビズムの要素も取り入れつつ、自作でプリミティビズムを確立しようと模索した。当初はラリオーノフと共にレイヨニシムを展開する。二人は革命前夜のロシア前衛芸術運動の主要な創始者であり、1912年に展覧会、ロバの尻尾を主催した。 1911年にミュンヘンの前衛美術グループ、青木氏に創設メンバーとして加入し、1912年の青木市店にも出品。ロバの尻尾は、西欧美術の影響力に意図的な歯止めをかけ、近代美術におけるロシア画派の独立を確定するものとして構想された。しかしながら、後年のゴンチャロワの絵画では、ロシア未来派の影響が非常に如実である。 当初は、ロシアのミングやイコンに浸水していたものの、ロシアでは、自転車乗りや、その後のレイオニスムによる絵画で有名になった。ラリオーノフと共に、モスクワの未来派の指導者として、イタリア未来派と同志校の講演会も組織した。またゴンチャロワは、グラフィックデザインにも関与して、未来派の様式で、差し絵付きの本を出版した。1915年に、ジュネーブで、 バレエの衣装と舞台をデザインする。1921年にパリに移り、セルゲー・ディアギレフのロシアバレエ団のために数々の舞台をデザインした。1939年にフランスに帰化。1962年にパリに隠し。2007年6月18日にクリスティーズ2 1909年の油彩がリンゴつまみが出品されると490万ポンドに高騰し、 女性画家の作品としての最高額を達成し、さらに2010年2月には、同じくクリスティーズにおいて、油彩画、スペインが6425,250ポンドで落札され記録を更新した。ありがとうございます。